さあ今週も始まりました中根画伯の世界。ペンを捨てた画伯が毎回いろんなことにチャレンジして皆さんに勇気を与えるというこの番組、いつものように3回笑ってしまったら画伯の番組強制終了になりますのでお気をつけください。はい、 Take care。 ん？ Take care。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 はい、まあいいです、はい、ですね、ガーガー、最近僕、まあいろいろ舞台がぶっ潰れてるんで、打ち合わせの機会が多いんですけど、打ち合わせ先、3はしごした時に、うち2件で、あの3回笑っちゃいけないのいつも見てますっていう意見をいただきまして。マジで？しかもそんなに僕絡んでない、お仕事の時ぐらいしか話しないような人に、全然違う人に言われたんですよ。違う打ち合わせで、3回打ち合わせのうち2個、頭とケツの2個で、なんかメンバーの人とやってる、笑っちゃいけないやつ、僕いつも見てます。ありがたいですね。あの人マジですかって言ってたよあの人のあれマジですかって言ってた。どういう意味かなそれ。一応マジですって言っといたんですけど。マジですよ、逆にマジじゃなかったら超上手くない？そう、もう一個の方では、すごく可愛いって言ってました。あなたのことをすごく可愛いって言ってました。ありがとうございます。俺ちゃんとカメラに言ってください、僕はすごく可愛いですって。ちゃんとどうぞどうぞ。僕はすごく可愛い。もっと大きな声で言ってくださいよ。僕はすごく可愛いですまで言ってください。大きい声で普通に言えばいいんです。僕はすごく可愛いですち笑いですね。かわいい、かわいい、嬉しいですね。かわいいだそうですよ。嬉しい、かわいい、やった。はい、ということで、はい、今日のチャレンジなんですけど、はい、ガーグはジャイアントカプリコってご存知ですか？はいはい、はい、いや、やめてください。下ネタじゃないですからね。誰がジャイアントですか？何がですか？何がジャイアント？でもジャイアントですよねっつって急に笑い出す。ちょっと意味が分かんないですけど、びっくりしました。仕事でもう2ですよ。何にも概要を説明してませんけど、すいません。はい、ジャイアントカプリコってあるじゃないですか。はい、はい、何が面白いですか？大丈夫です。ジャイアントカプリコですね。はいはい、まあまあ、僕いっぱい買ってきたんですけど。あ、本当ですか？はい、このジャイアントカプリコ大好き。はい、じゃあとりあえずこれを持って、はい、はい、もうこれあなたのですよね。もう今持ったからあなたのですよね。そうです。はい、じゃあカメラに向かって、はい、これが僕のジャイアントカプリコって紹介してください。あ、もういただけたってこと？そうです、そうです。どうしたんですか？もう、はい、もうあなたのですから、はい、これが僕のジャイアントカプリコって言ってくれればいいですか？言うだけですもんね。はい、どうぞどうぞ。僕のです。あなたのです。これが僕のジャイアントカプリコ。うん、ありがとうございます。はい、なんだこれでですね、はい、
実は、はい、このジャイアントカプリコを2、はい、3、はい、4、ニョーニョーラック、6、はい、ラック、俺が大好きな数字、あの子の名前はスージー。まだあります？まあ6本なんですけど、ガグ防御力上がりましたね、なかなかね。そうですよ、なかなかハットリートラップに引っかからなくなってきましたね。そうですよ、そうですよ、そうです。はい、実は今日ですね、はい、この6本のジャイアントカプリコを私買ってきました、はい、ありがとうございます、はい、で、僕ジャイアントカプリコ大好きなんで、そうですね、よく食べるんですけど、はい、ジャイアントカプリコの中に、うん、幸運のカプスケっていうのがあるんですね。この子ですね、これ皆さん見えますかね、あれちっちゃいですけど、これ、はい、うん、この子、うん、ね、この普通のジャイアントカプリコにこんな感じにチョコレートでカプスケの顔が書いてある、はい、こういうチョコのねラインで、そうそう、普通のいちごが入ってる中に この子ですね、カプスケ、うん、カプスケ、そう、カプスケの顔が書いてあるジャイアントカプリコがたまに入ってるんですよ。一応幸運のカプリコってことで、はい、運がいいとされてるんですね、はいはい、でたまに僕幸運のカプリコ、カプスケをゲットするわけですよ。これ大体どのくらいの割合で出るのかなって、はい、ちょっとネットで調べたんですけど、はい、ある方がジャイアントカプリコ100本買ったら、うん、うち19本がカプスケだったんですよ、うん、そう、うん、だから確率で言うと大体5分の1ぐらいで、うん、幸運のカプスケに当たるんですよ、うん、はい、なんで、とりあえず近くのコンビニに売ってたカプリコを6本しか売ってなかったんで買い占めました、うん、はいはい、この6本を開封して1本でもカプスケゲットできたら、うん、これ見てる皆さんに幸運と勇気を与えられるんじゃないかなと、そうですね、思って、はい、ここはゴージャグの神様中根画伯に、はい、なぜか、はい、ね、なぜか300分の1が帰る頃には合算95分の1になる画伯にね、はい、カプスケの引きをぜひ見せてもらいたいと思います。いけそうです、いけそうですか、いけそうです、順に開封していきましょう、はいはい、なんでまあこのパカッと開けるとチョコレートのね、うん、ストロベリーチョコレートもあって、うん、で表面に黒いチョコレートでこう細くね、うん、顔が描いてあるっていうような仕様なんで、まあ、開けたら一目瞭然です、はい、じゃあまず早速1本目から1本目から早速、はい、画伯にね、はい、開けていただきたいと思います、はい、はい、どうぞ。ちょっと待ってください。どうぞ。なぜ今、いやいや、開封してください、どうぞ。どういうこと、はい、いやいや、画伯を開けて、うん、カプスケが書いてあるか、うん、中身をしっかり確認してください。ボロってなっちゃいそうだけど、これボロってなっちゃいそう。開けますよ、じゃあ。開けてください。開けます。はい、開けられるんじゃないの？そこかよ、不器用かよお前。こっからボロボロボロってなって、確認できない的なオチになるはずが、お前俺もそうだと思ってたの。不器用かよ。
意図してないわお前。はい終了。